アドレスもなんかよく分かんなくなってきちゃったし、うん、正解。そう、あのね、途中からね、うん、ちょっとねオープンになりすぎた。やっぱりですか、うん、やっぱり、ね、オープンになってました。もうずっと、何ホール前からか、はい、もうずっと喋ってたんだけど、まあ高島さんの場合はちょっと左に向きすぎる、左に向きすぎてオープンになりすぎて目線が右、うん、で意外と目線の方向に対してバックスイングを上げればいいんだけど、はい、そうすると体に対してはインサイドじゃん。そうですね、はい、それがそうそう、だからちょっとアウトには引くんですよね。ちょっとこのこっちの開いたバックスイング通りに、どちらかというとストレートよりは若干外目っぽくバックスイングが上がってたんで、まあこれが引っかかる原因の一つになってしまった。最近すごい左向くんですよ、うん、で気をつけて途中何回かこう仕切り直してたじゃないですか、うんうん、あ左向いてると思うから右向こうと思ってたんですけど、それでもやっぱオープンでした、うんうん、だから右向こうっていうよりはこれやっぱりその例えばオープンのやり方を覚えるとか、あ全体的に全部左向いちゃうから、うーんオープンでも例えば右足が垂直に方向飛球線に対して垂直にしてこれを下げるだけとか、それが全部こういう風に形で向いてしまうから、うそうですね、まあでもそれはもうアライメントが狂ってるかもしれないです、うん、もうこれはね確実にやっぱり飛ばし屋だけにここは一番、まあ全てのプロにはそうなんだけど、やっぱり一番気をつけなきゃいけないかな、アドレスですよね、うん、